コンクリートダムとは、コンクリートを主要材料として、円程を形成するダム。基礎岩盤の強弱、経済性等から、以下の形式に、さらに細分化される。重力式、コンクリートダム詳細は、重力式、コンクリートダムを参照のこと。英語では、グラビティダムと呼ぶ。コンクリートの質量を利用しダムの自重と重力で、水圧に耐えるのが特徴である。ダムとしては、 最も頑丈な形式であり、地震、洪水に強いことが利点のため、地震や洪水量の多い日本では最も適した形式でもある。膨大なコンクリート量が必要ではあるが、近年ではそれを軽減する工法が開発されている。基礎地盤が堅固な場所に建設されるのが望ましいが、様々な対策によって比較的地盤の悪い場所でも建設されることがある。 全世界で建設されているポピュラーな形式。中空重力式、コンクリートダム詳細は、中空重力式、コンクリートダムを参照のこと。英語では、ホローグラビティダムと呼ぶ。ダム停滞内部に空洞を有する重力式、コンクリートダム。コンクリートが高価だった時代に走行時費を、節減させる目的で開発された形式である。基礎地盤との接地面を広く取ることで、 重力式と同等の耐水圧性を獲得した。ダム上流部に通称、タコ足と呼ばれる凹凸があるのが外観的特徴である。イタリアで開発され、日本で盛んに建設されたが中空部分の型枠作成が複雑であるため、それを形成するための人件費が高騰し、かつコンクリートが廉価になったことで次第に建設実績は減少していった。単体では、 日本の畑、定第一ダムが世界一の高さを誇るが、複合系を含めた場合は、ブラジルパラグアイ国境のイタイプダムが最も高い。バットレスダム詳細は、バットレスダムを参照のこと。ダム上流部に、止水壁を設け、壁にかかる水圧を不壁という腐壁で支える形式。この不壁を英語で、バットレスと呼ぶためこの名が付く。日本名では、不壁ダムとも呼ぶ。 コンクリートが非常に高価だった時期に経済性を追求するため、コンクリート量を節減する目的で建設された。だが地震に弱く、洪水の処理にも問題を生じ、さらには不壁を形成する型枠作成のコストが高騰し、相対的に通常のコンクリートダム建設が安価となったことから次第に建設が行われなくなった。世界的にはあまり多く建設されていないが、 コンバインダムであるイタイプダムのバットレスダム部が世界で最も高いダムとなる。アーチ式コンクリートダム詳細はアーチ式コンクリートダムを参照のこと。ダム自体の自重と重力で水圧を支えるのではなく、アーチを形成することで水圧をダム両岸の基礎岩盤に分散させ水圧を支える形式。したがって両側岩盤は安山岩や加工岩など、 極めて堅固な岩盤であることが絶対条件となる。コンクリートの量を少なく抑えられることから、経済的であるが、構造計算が複雑であるため高度な技術を要する。アケ形として、アーチダムに重力式、コンクリートダムの特性を兼ね備えた重力式、アーチダム、複数のアーチが連なり、構造的にバットレスダムに近似する、マルチプルアーチダムがある。 世界で高さ200メートルを超えるハイダムで多く採用されており、特にスイスや中近東に多い。台形 CSG ダム詳細は、台形 CSG ダムを参照のこと厳密には、コンクリートダムとは言い難いが、便宜的に掲載する。CSG とは、サメンテッドサンドグラベルの意味で、セメントサンドグラベルの頭文字であり、直訳すると、セメントで固めた砂れとなる。 日本で開発された新しいダム形式。コンクリートと砂、川砂利を水で混合した後に体型にダム本体を建設していく方法で建設される。従来のコンクリートダムは良質なコンクリート骨材の選別が必須であったが、この形式であれば材質の優劣関係なく骨材を用いることが可能で、経済性で優れる。ただし2007年時点で稼働しているダムはなく、 地震への耐久性や洪水処理の面において課題が残されている。ありがとうございます。